僕は小説の主人公でも何でもない、ごく平凡などこにでもいる読書好きの大学生だ。だけどもし仮に僕を主役に一つ作品を書くとすれば、それはきっと悲劇だ。この世のすべての不利益は当人の能力不足。あなたはまだ傷つけられる側でいられる。ヤモリのようなやつを許せる？そんなの許せない！そんなの許せない！はい、というわけで、こちら中国版の東京グルカルナバル、中国版グルカルと言われているゲームなんですが、まあ、以前にねベータテストとかやってて、まあ、参加しようかと思ったんですけど、ちょうどねもう一個のアンドロイドが壊れててできなかったんで、まあ、結局やらなかったんですけども、今回ですね、正式にリリースされているものを、ガチにはならず時々ね、なんていうんですか、まあ、インボークの合間合間で、この動画をちょくちょく出していこうかと、思っております。というわけで最初からなんですけども、これは金木があれですね、ヤムに捕まって、拷問されて、こっからあれかな、抜け出すところからなのかな、押せってことかな、これは。あ、なるほど、連打か、連打で椅子から拘束を解いて抜け出す。僕の居場所を奪うやつは容赦しない。お、2分だけ遊んであげる。ムスカかな。おお、ハンカクちゃんになったぞ。あ、中国語だから読めないけど、右手、左手、操作が左ね。で右手で、技能って書いてるか、技とかな。なるほどなるほど。これでひっかくって言ったあれだけど、格納攻撃。これはなんだ、あ、これあれか、敵にターゲットなんか行ってブスって刺すのかな。あ、オッケー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 。ああ、攻撃したら走ってくるね。でこれでもかぐね、これでもかぐね。おお、叩きつけ攻撃で、これ一回使うとしばらくの間使えないのね。くせえんだよな。かぐね、居場所を奪うやつ容赦しない。おお、すごいアクションだ。ライダーキック。僕はグールだ。悲劇はここから始まる。グール対策局はグールの捜索及び駆逐のために活動する国の行政機関で、通称 CCG と呼ばれている。各地には支部がある。ある夜、一人のグールが20区に侵入した。グールは人を食べ物にする食物連鎖の頂点に立つ捕食者だ。グールであるジェイソンは大食いと呼ばれるグールの捕獲のため20区を訪れた。花澤香菜さんのナレーションすごく良かったんだけど、今のさ、無印東京グルのナレーションであったっけ。ないよね、これ。あれか、新しく撮ったボイスなのかな。すごいよな。でこれまた格納攻撃と、この手の、ゲーム、例えば日本でいうとリネージュとか、そういう系のゲームに、操作感はおそらく近いと思うんですけども、まあ、海外のゲームってこういうの多いですよね。でベータ版の時はね、動画とかを配信見てたかな、そういうのを見てですね、結構重いなとか思ってたんですけど、まあ、今 iPhone X でやってるんですけど、全然違和感なくやれてますし、 iPhone X にも対応して画面すごく大きいですね。っていうか海外のゲームって iPhone X とかに対応してるもの多いですね。日本のゲームだとなかなかね、画面いっぱい表示されなかったりするんですけど、これはなかなか大迫力でやれてますね。コンボがあるんだろうな、これうまいことつなげれる。強敵勝って
勝手を振る舞えるのは強者の権利。お、ヤモリだ。大食いってのは伊達じゃないみたいだね。これあれじゃない、このさアニメの切り抜きじゃね、これなんかちょっとトリムがなんかあれ雑だぞ。私食事の邪魔されるのって大嫌いなのよね。僕のこと知らないかな。知ってるわ。でもこれフルボイスなのすごいですよね。まあアニメのボイスって言っても結構フルボイスにするっていうのはすごいですね。他人を痛めるのが趣味のつまらない男。どっかのゲームは、まあ、あのアニメの画像のスクショの切り抜きプラス文字だけっていうそういうゲームがあるんですよ。せいせいせい、まあ、システム的に言うとこっちはあれだね、結構ちょっとレンダーのあれになっちゃうけど、あれか、1回使ったスキルは、まあ、5秒とか1秒とか今カウント出てますけどなかなか使えない。これが何、大必殺技的なやつ。おすごいすごいすごい、見てこれ、今すごい地面から隠れが。神大学の学生金木健は喫茶店アンテイクで上白リゼと出会った。ある小説家のファンという共通の話題を持っていた2人は週末に本屋デートの約束をする。デートの帰り道、最近リゼの家の近くでグールによる事件が次々と起こっている話を聞き、金木はリゼを自宅まで送ることにした。ある暗い路地に入ったところで、あの優しかったリゼが突然金木に噛みついてきた。金木さん、私読書より好きなことがあるの。はい、というわけで、金木が襲われるシーンですね。また花澤香菜さん、ザーさんのナレーションが入って、もう僕はもう興奮が抑えきれないんですけども。それはね、逃げ惑う人の内臓を全部引きずり出しちゃうこと。嘘だ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 。お腹優しくかき混ぜてあげますからね。金木のアイコンが左上に出てますね。あ、すごい、これちゃんとなんか私服初期金木、カバンもちゃんと揺れてる。戦えないよな。来た。お腹優しくかき混ぜてあげますからね。リゼ S S レート、ちょ待って、これ攻撃できないんだけど、なんか逃げたらいいの。パンチパンチなんだけど、これやばくないか。うおー、あいつスキル使ってきやがった。こしゃくな。逃げましょう。これ逃げれるのかな。これ逃げれないじゃん、だって鉄骨だらけだぞ。行きます。お、やべえ、カバンで攻撃、カバンで攻撃とか女かよ。カバンで攻撃っても強そうだぞ。食らえ、90食らうからな。おっと、このシーンは これがあれかな、一応なんか序盤のチュートリアル的なのが終わって、なんか今イベントやってんのかな。すごい花火上がってますね。でナレーションはここからないと。これガシャなのかな。左がフレポみたいな感じで右が石を使うから、あれだね、ガチャだね。これで、おお、金木だ。 B、一番あれは一番上のランクは何なんだろうね。でこれは偶然意外、次にするのか、次に行こう。じゃあ医師はリゼの臓器を死の間際にいた金木に移植した。手術後目を覚ました金木は口にする食べ物が全てまずく感じることに気づいた。それはグールに関するテレビ番組で語られていた症状と同じであった。絶望した金木は家を出て街をさまよった。突然金木は抗いがたいある香りに惹かれた。ここは金木が死体の香りに引き寄せられるとこだね。ってことはやつが出てくるんだろうな。そう、やつです。皆さん大好きな和夫さんです。逃げてください、分からせます。すげえ戦闘力がすごい、この段階で。
ハグネの攻撃がすごい速いですね。これバンバンスキル使ってるけど、これちょっとあれかな、もうちょい抑えて普通の弱攻撃でいった方がいいんだろうか。こんなサク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 スキルを使ってなんか急にちょっと硬いやつ出てこられたら困るんだけど。やべえ、なんか強そうなの来た。待て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 、普通に強い。あ、やっべ強い、強いけどまあ勝てなくはないか。やばい、強攻撃じゃね。うわー、強攻撃来ると分かったのに、なんか攻撃したらやっぱり移動はしにくいな。オッケー、なんかタコみたいなやつ倒しましたね。作戦成功。あ、なんかいっぱいアイテムはもらいましたね。緑のやつはあれかな、経験値とかなのかな、スキルとかを上げるのに使うのかもしれないですね。あ、レベル上がりましたね。ランクか、体力上限が62、これはスタミナだと思うんですが、当然体力66。なるほどね、ちょっとガシャ回せるんだったらガシャ回したいけど、これなんだ、これは強化ですね、B の B の金木を強化すると。覚醒で、これはなんだ、覚醒素材。お、すごいすごい、銃像と香りをたどり、金木が路地の外れで見たのはグールが人の死体を食べているところだった。食欲をそそるその香りが、まさか人間の死体から漂っていたとは思いもよらない金木と、そこに別のグール、西尾錦が現れた。錦は金木が自分の食い場を荒らしたと罵った。あの、カズオさんの大事なシーン、俺の食い場荒らしてんじゃねえぞ。カズオさんのさ、なんで片目だけ赤いんだ、気持ち悪い。人のテリトリー荒らしたらどうなるかわかるよな。違う、知らなかった。僕はたまたま通りかかっただけで。殺す、俺の食い場を荒らした罰。みんな大好きカツオさんのあのシーンをさ、俺も見たかったぜ。何もできないのはもう嫌なんだ。逃げてください。そんな、コンボとかしたら火力が上がるとかそういうのはあるんだろうか。あ、これやべえ、今思ったけど火に当たったらめっちゃダメージ食らってる。もう半分ぐらい削られてんだけど、ちょっとやべえなこれ。どっかで回復アイテムとかあればいいんだけど、やばいぞこれは。そんな、回復力が自慢だろ金木くん。どっか回復アイテム、あ、ある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 、ちゃんと中間ポイントみたいなところに回復アイテムありましたね。3358、倒れてるぜ。お、意識出てきた。お前のカグネを。すげえ、足に巻きついてる。早速必殺技使って、いいね、いいよ。あの、あいつの強攻撃だけをあの集中して、やばい、これやばいやばいやばい、うわー、あいつ錦のさ、あの必殺技の範囲広すぎべ。そろそろ来るか、来た、逃げろ。よし、なんとか避けれてギリギリだな。分かってたから避けれたけど、くらえ。よし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 、なんとか。トーカは助けに来なかったけど、なんとか勝てました。え、ランクも3に上がると。結構行きたいんだけどね、俺ガシャ行きたいんだよね。まだかな、次行くか。じゃあパート1からすごい長い動画になるんですけど、ね、そんな頻繁に上げないと思うんで。霧島東香は20区での不要な捕食は許さないと言い放ち、錦を攻撃する。錦を退けた後、東香は金木の片目が赤いことに気づいた。さらに金木がリゼと一緒にいたことを思い出し、東香はいぶかしむ。自分は人間だと主張する金木に、
トウカは怒りをあらわにする。そんなに苦しいなら食いなよ。嫌だ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 、僕は人間なんだ。バカみたい、さっさと諦めたらいいのに。僕は人間だ、お前ら化け物とは違うんだ。確かにあんたはグールじゃない、けど人間でもない。いいじゃん、かかってきな。めっちゃいいよね、この嫌だ嫌だ嫌だのとこの演技、もうめっちゃ好きなんだよな。あれ、世界を歪めているのはグールだけじゃない。やばい、そんな強化の強攻撃はカグネを、やばい、いやいや食らっちゃった。めっちゃ強攻撃してくるじゃん、ちょっと待って、若干やばい、若干離れて戦え、やばい。でもまああれだな、あれ食らったら結構痛いけど、オッケー。まあまだチュートリアルだから、アンティークの店長吉村はグール同士助け合うのが店の方針だとトウカをたしなめた。吉村に促され、アンティークにやってきた金木はグールでもコーヒーは美味しく味わえるのだと教えられる。なんであんな奴を助けるんだと納得がいかない様子のトウカ。吉村はグールであるリゼの臓器が金木に移植されていると告げる。なるほど、でアンテイクまで進んだと。これはこれはログインボーナスか何かなのかな。ひなみが手に入りましたね。で石とお金とコーヒー。でこれはフレンドかな、違うわ、呼べた。おーおお、かわいい。いやすごいな、カグネのクオリティ。で、金木とひなみをなんかパーティーに入れておくと体力が 15% アップする、そんな感じ の認識でいいんだろうか。で、ひなみをちゃんと強化していくと、どういたしまして、強化完了。あ、これであれね、パーティーね、パーティーを組んで散歩。どうい、なるほどね、これね、ガシャを引きたいんだけど、まあ次行くよね。新章だ、負荷、ということで、パート1はここまでにしたいと思います。1章クリアしたんでね、じゃあ次の動画では2章から進めていきたいと思います。パーティーには新たにひなみが加わりました。ちょっと早いけどね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。